皆さんおはようございます。今日は仕事が休みです。だから今日は私は動画を作りたいと思います。でも動画に私は日本語で話すと思います。私は、日本語を勉強したいだから毎日日本語を喋ると思います。もし間違いますあったらすみませんでした。私は今までまだ勉強しますね。じゃあ皆さん、今日は私業務へ行きたいです。私は今日は買い物すると思います。今私は準備しました。これから業務へ行きましょう。皆さん、今日は天気がちょっと黒いです。黒いじゃない曇り。今日は天気が曇りです。じゃあ最近天気がどんどん寒いくなったけど、仕事時はまだ暑いです。でも夜時はどんどん寒いかった。私は今までエアコン使わない。前は毎日使います。でも最近は天気がどんどん寒いなったから、エアコンがあまり使いませんでした。わかった。 I'm sorry if my Japanese language is bad for you guys. Okay, let's go. じゃあ皆さん、今私は家の外にいます。これは私の自転車です。黒いの自転車は私のです。あっちは白いの自転車は私の友達です。今日は自転車で行きます。じゃあ行きましょう。着きました。ここはスーパーの業務です。ここにいろいろなものを売りました。インドネシアの食べ物もここ売りましたね。でもちょっとだけあるけど、これはいいかな。今日はチキン買いたいですけど、ちょっといろいろな見せてね。これはモノスーパーで買ってみました。今見せてあげるよ。これ私のじゃないけど、私のこれです。ピーチティー。これはリンゴパン。私のじゃないけど私の友達です。
これは豆腐。これ私の、これ私の友達。カノールコーン。カネールコーン。カネールコーン。美味しそうだから食べてみたいです。だから私買ったです。これはアイスクリームけど、上にボエと下にパンみたい、パンじゃない？パンがあります。ここ。あと割ったら私は食べてみます。あ、これこれバナナチョコレート、スライスバナナ。インドネシアではこれ、エスククというインドネシア語ではエスククというです。今私は食べてみたいだから買ったです。一番好き。一番好きパン。上のパンはこれ。白物。これは砂糖です。チキン、フライドチキン、唐揚げ。これはブドウ。でもこれ、ディスカウントあるから買ったです。これもアイスクリーム、チキン。わった。しまい。ねえねえ、これは私のお気に入りパンです。これはスイスとドーナツ、これは bahasa Indonesia in ドーナツ Bangkok。これね、インドネシアの食べ物みたいです。子供時はインドネシアにドーナツを売りました。上にドーナツが砂糖がかけます。これみたい。これでもこれドーナツじゃないですよ。スイスとドーナツ、この感じです。書いた、この感じです。この感じ書きました。食べてみましょう。じゃあ食べていい？お腹すっただから。いただきます。ビスミラーイラマネラヒ。今週もうん、動画はここまで終わります。次の動画を会いましょう。じゃあまたね、バイバイ。